こんにちは。今回は真冬の日本ヤモリです。おととしから飼育している日本ヤモリは、飼育期間が1年8ヶ月を経過しました。基本は暗いところに隠れていて、カメラを近づけると逃げるため報告がほとんどありませんが、なんとか真冬のヤモリくんの様子を撮影しました。こちらが現在の日本ヤモリケースです。日本トカゲ水槽の上に置いていて、保温器具などはなく室温で管理しています。部屋で暖房器具をつけている時間帯や、トカゲ水槽のバスキングライトが点灯している時間は少し暖かいです。なのでトカゲ水槽同様、野外の真冬で冬眠する温度でもなく、暖かい季節よりは寒めに飼育をしています。暖かい季節は週2ぐらいで餌やりを行っていましたが、現在は週1回です。暖かい季節よりは明らかに餌を入れても食べず、回収することが多くなりますね。糞が溜まっているので掃除したいのですが、ヤモリの体力のことを考え、餌をバクバク食べる時期まで待っています。ヤモリくんの全貌が撮影できませんでしたが、大きさは変わりなく1年前から変化は見られません。都会にいる野生のヤモリは、電灯などで夜に虫が多く集まる場所で生息しています。豊富に餌があって立派に育ったヤモリをよく見るのですが、うちの子はそんなに太くなく重量感はあまりないですね。まあ去年は猛暑のためか野生のヤモリは全く見ませんでしたが、ただ日本ヤモリの寿命は10年以上とも言われているので、これから大きくなるかもしれません。真冬で食べる量が少なく、驚かせたので食べるかわかりませんが餌を置いてみました。餌はカルシウム剤をつけた小さなレッドローチです。撮影用の iPhone を飼育ケースに立てかけています。かなり警戒する状況なので時間をかけて待ちました。明らかに餌を見ているので諦めずに待ちます。まだ食べてなかったので餌を近づけました。レッドローチは逃げないよう弱らせているのですが、それでもゴキブリはよく動いてアピールしてくれます。15分以上撮影してなんとか食べてくれました。ということで飼育1年半以上経ったニホンヤモリでした。
トカゲモドキの保温器具や日本トカゲのライトと違って、飼育ケースだけでここまで飼育できています。生き餌の確保だけしっかりしてやれば、金銭的な負担も少なく飼育できますね。また飼育2年が経過したら動画で報告し、長期飼育できるようにこれからも管理していきます。それでは今後も飼育している生き物の報告をしていくので、次回の動画もよろしくお願いいたします。